ポール・ロワイヤル修道院。ポール・ロワイヤル修道院は、フランス、パリの南西シュブルーズの谷に、かつて存在した首都会女子修道院であり、また、そこから、多くの分野での重要な学派が生まれた。現在はその跡が残されている。郊外のポール・ロワイヤル遺跡1二百四年に、設立され、1六百二年当時の修道院長、ジャクリー・ヌ・アルノーによる改革によって、学校として、 世に知られるところとなった。彼女の成果あるのオケはこれ以降、ポール・ロワイアル修道院のパトロン的存在となり、また修道院は多くのあるのオケの出身者から影響を受け続けた。1625年パリに新たなポール・ロワイアル修道院が建てられ、ほとんどの修道所はそちらに移り、以降パリのポール・ロワイアルと呼ばれた。小さな学校元の場所にポール・ロワイアルの 小さな学校として知られるようになるいくつかの学校が作られた。これらは教養水準の高さからその名を知られるようになった。1634年、ヤンセニウスの名優であるジャン・デュベルジェド・オランヌが修道院の霊的指導者となった。この時からポール・ロワイヤル修道院と付属するいくつかの学校は、ほとんどジャンセニスムの神学校となっていった。 ポール・ロワイアルでの学問やジャンセニズムのために集ったものの中には多くの重要な人物もおり数学者のブレイズ・パスカルもその一人であった彼は1657年にはカトリック教会におけるイエズ・ス会からの批判にジャンセニストとして反爆するためにプロヴァンシアルを表したアルノーからはルイ14世の外務卿となるシモン・アルノード・ポンポンヌが出るなど ジャンセニズムは流星を極めた。また劇作家、ジャンラシーヌは、ポール・ロワイアルで学んだ。しかし、カトリック教会から、この神学は、廃教のルフであるとみなされた。1679年、修道院は、新規入門者の受け入れを禁止され、終焉の訪れを感じさせるようになる。ローマ教皇、クレメンス11世の令状により1708年、 ポール・ロワイヤルの廃止が布告されたことにより、翌年には、修道所の強制退去、さらに翌年の1710年には、修道院自体の取り壊しが行われた。1859年、シャルル・オーギュス・タン・サント・ブーブにより、ポール・ロワイヤル修道院が世に与えた影響、またその歴史などが著書として記されており、また、取り壊された修道院跡は、シュブルーズの谷に残されている。 ありがとうございます。